こんにちは。おすずの相談室。今月も迷える子羊が迷い込んできたみたいです。先生。はい。お久しぶりです。お久しぶりです。お元気でしたか？元気です。それでは今日も救っちゃうんですか？子羊を。救っちゃいます。救っちゃいます。呼びましょう。はい、では今月の相談者はチームパピリカよりリリちゃんです。どうぞ。お、握手だ。すごいですね。人気があるんじゃないですかね、うん、いやもうこの顔とこのダンスと人気がないわけがない、うん、わけがない。なるほど。だけどそんな人気者のリリちゃんがなんと悩みを抱えてる。はい、では本日のお悩み内容をどうぞ。髪の毛を縛ることが大変です。髪の毛を縛るのが大変。それは、はい、毎朝ってことですか？はい、毎朝ね。髪が長い、もともと多いな。多い。あ、癖っ毛とかじゃなく髪の毛が多いんです。はい。普段学校に行くときとかっていうのはどのような髪型をしてらっしゃるんですか？ポニーテールとかそういう。あ、今の私のこれね、ポニーテール。はいはい。馬の尻尾。馬の尻尾のね、この部分ね。普段は誰にやってもらってる？お母さん。じゃあお母さん。あ、毎日お母さんにやってもらってる？やったのに忙しいときは自分でやってみたり。その時にギタギタになっちゃうのが大変なんです。そうです。なるほどね。今日の髪型もパッと見すごく綺麗に収まってる、うん、はいはいはい。今日の髪型っていうのもお母さんにやる。お母さん編めるんだ。え、パピリカの3人は全員同じお母さんにやる？いや、自分のお母さん。あ、それぞれのお母さんに。あ、じゃあ全員のお母さんがとても器用。こう編めるってことだね。結構これも大変だからね。すごい、うん、すごい綺麗。あ、本当に綺麗だよね。じゃあ、はい、やっぱり一番の解決策としては、はい、そのお母さんに改めてゆっくり教えてもらったりっていうのがいいかなというふうには思いますね。お母さんに教えてもらうことで、はい、やっぱり自分じゃうまくできないところもどうしたらいいのって教えてもらえるかもしれない。あの、まずはポニーテールからでも、はい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 、学校に行くときに、はい、毎日自分でできるようにっていうのを目標に教えてもらうっていうのもいいですよ、はい、教えてもらうのいいですよね。今はチームでやってるから厳しいかもしれないんですけど、はいはい、今後、はい、やっぱりイメージチェンジをする機会とか、うん、マルボンズとか大人になってそこまでいかないけど大人になるにつれて、はい、ちょっと切ってみようかなとかなるかもしれないので、うん、やっぱり美人さんですし、はい、ショートとかどんな髪型でも似合うと思うので。ショートも似合いそうだね。縛らなくても済む上にドライヤーも早く済むっていう面では、うん、ショートに今後機会があれば挑戦してみるとかっていうのもちょっと一回ありなんじゃないかなと。一回ね、やってみるね。ショートにしようと。そうですね。ショートに。ショート。ね。リリちゃんね。教えてもらう。そう、ね、教えてもらう身近な人に、はい、だったり、はい、いつかちょっとイメージチェンジをしてみたり、はい、という方法で解決できるのではないかなと思います。はい。大丈夫ですかね。はい。もうすっきりしました。長年思い込んでた悩みがここで今解決された感ありますか？ありますさすが先生、やりましたね。はい、また迷われ子羊を一人救いました。救いました。それでは救いの握手を。じゃあリリちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今日も無事に救えましたので、はい、最後のお別れの挨拶をお願いします。はい、皆
さんも何かお悩みがあった際にはおすずの相談室来ていただければなというふうに思います。お待ちしております。ショートにショート。